皆さんこんにちは。いつもご視聴くださいまして誠にありがとうございます。前回の動画でお知らせしましたように、今回は北海道新幹線札幌延伸に伴う並行在来線経営分離、しりべしブロックと呼ばれる函館本線の長万部から小樽の区間の状況についてお話しします。では早速資料を見ていきましょう。この資料は8月6日に行われた第9回しりべしブロック会議で配布されたものです。2ページ目に参ります。こちらのページでは並行在来線についての説明やいきさつ、沿線自治体の名前があります。しりべしブロックでは長万部町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、倶知安町、共和町、仁木町、余市町、小樽市の合計9市町が沿線自治体となっています。続いて3ページ目です。こちらのページでは現状の交通状況の説明がされています。まずバスの本数ですが、小樽から余市の間は本数が圧倒的です。そして仁木・然別へのバスも岩内への高速岩内号と小樽から倶知安・ニセコ方面へのバスの途中駅となるため44本のバスが運行されています。そして小沢・倶知安・ニセコの区間も流動が比較的大きく30本程度のバスが運行されています。逆にニセコから先はバスの本数がめっきり少なくなり、蘭越と黒松内の間では並行するバスがなく、長万部と黒松内の間でも1往復しかありません。鉄道の運行本数を見ましても、余市まで1日33本、然別まで31本、倶知安までが25本、蘭越までが14本、そして蘭越と長万部の間が9本と南に行くほど需要が低くなっています。一列車あたりの利用人数も小樽から余市の間は 54.5 人、倶知安や蘭越までは18人前後、蘭越から先は8人を切っています。私も過去2度この路線に乗りましたが、確かに余市から小樽の間はいつも立石の乗客が多く見られるほど混み合っていました。さて、前回の長万部が並行在来線旅客廃止へ大きく傾いたことについて解説した動画内では、現状のバスでは列車の代替にならないという町民の意見について触れていましたが、これを見る限りそれも十分に納得できるデータです。またしりべしブロック内においては、黒松内から蘭越の間のバスの運行がありませんので、バス事業者ルートの選定がポイントになりそうです。続いて4ページ目では、現在の函館本線の収支と輸送密度についてのデータが示されています。毎年20億円以上の赤字を計上しており、昨年はコロナの影響が大きかったのでしょうが、収入が半減しており30億円近い赤字を出しています。輸送密度を見ると、長万部から倶知安の間が182、倶知安から余市の間が761、余市から小樽が2144と、バスの本数にも示されているように南に行くほど需要が低くなっています。この各線区の輸送密度を現在の JR 北海道の他の線区に照らし合わせてみると、長万部から倶知安の182、これは根室本線の滝川から富良野190、宗谷本線の名寄から稚内165、この辺りとほぼ同等、倶知安から余市の761は石北本線の新旭川から上川の600、宗谷本線の旭川から名寄の827、大体この辺りとなります。そして余市から小樽は2144、これは長万部から東室蘭の1924を上回ります。長万部から倶知安は輸送密度200人以下なので赤色線区、これは致し方ありませんが、そして倶知安余市の間は黄色線区に相当し、決して良い数値ではありませんが、宗谷本線や石北本線と同等の数値なので、現状では廃止対象にならない数値です。余市小樽の間に至っては、特急が運行されている函館本線の長万部から室蘭以上の数値を示しており、 JR 北海道の路線としても上から数えると7番目に数値の良い路線となっています。では次のページで、こちらでは沿線の人口の見通しが示されています。まず何よりも衝撃的なのが、小樽の40年後の人口が4万人を切っていることです。現在 JR 北海道の路線で最も輸送密度が高いのは札幌から小樽の線区です。しかしこれだけ小樽の人口が減ってしまったら、路線の黒字化も難しいでしょう。将来的には札幌近郊の在来線ですら維持が難しくなってしまうのではないかと考えざるを得ません。さて、比較的数値の良い余市でも40年後の人口は現在の3分の1です。
今の輸送密度で見れば鉄道が必要なのかもしれませんが、10年、20年、30年という長いスパンで考えたときに、本当に鉄道が必要なのかどうか、その判断が求められています。他に興味深いのは、ニセコの人口がほとんど減らないことですね。クッチャンも減り方が緩やかですし、国外をはじめ流入人口が多いということがわかります。それでは次のページ行きましょう。この調査で行われたのは2018年度の実績をもとにした旅客流動。この旅客流動や将来の人口推計をもとにした将来の需要予測、そして鉄道維持、バス転換、余市から小樽間のみを鉄道とし、残りはバス転換とした、これらそれぞれのパターンの需要予測がされています。それではまず旅客流動調査の結果です。この数値は長万部から小樽の間の流動を調べるものなので、小樽から札幌方面へ移動した乗客数は含まれていません。この表の中で小樽での乗車人員が467人にとどまっているのはそのためです。この駅別乗車人員では定期外、通学定期、通勤定期、それぞれの乗車人員に分けられています。ざっくり見てみますと、定期外が半分以上いまして、そして余市や倶知安に多い通学需要、そして通勤に使っている人がかなり少ないということです。定期外には観光客が多く含まれるでしょうから、やはり余市、ニセコ、倶知安への観光需要が多いと思います。そして将来的な輸送密度ですが、この先の沿線人口、観光客の新幹線への転移、これらを加味していますので、当然大きく数字を落とします。現在輸送密度2000人以上の余市から小樽の間でも10年ごとに500ずつくらい数値を落としていきますので、鉄道を維持した場合の収支は年を追うごとに厳しくなっていきます。次のページでは OD 表があります。 OD とはオリジンとデスティネーションを指し、それぞれ出発線と目的地という意味ですが、ここでは乗車駅と降車駅となります。表の見方としては、黒松内駅で乗って長万部駅で降りた人が1日平均15人いるということになります。この数字から想像できるのは、だいたい10人くらいは黒松内から長万部へ通学している生徒さんというふうに考えられます。黒松内には高校がないので、やはり長万部への一定の需要があるのでしょう。同様に蘭越、昆布、ニセコから倶知安へ毎日170人くらいの流動があります。これも大半は倶知安への通学と考えられます。余市から小樽だけではなく、小樽の先へ移動している人が多いのが分かります。鉄道だと乗り換えの手間は最小限ですが、バスに転換した場合、乗り換えの手間が増えることが懸念されます。それにしてもこれすごくよく調べられた表だと思います。旅客の流動が大変よく分かります。では今後の収支予測です。まず全線鉄道を維持した場合ですが、初期投資に150億円以上、そして毎年20億円以上の赤字が計上されます。初期投資は巨額ですし、年間の負担額も単純に23億円を旧市町で当分にしても年間 2.5 億円となるわけで、かなり厳しいと思います。前回の動画では長万部町はバス転換に舵を切ったというお話をしましたが、他の市町の考えも合わせて最後に説明します。次のページでは全線バス転換した場合の収支予測が示されています。函館駅から長万部駅のバス転換では営業経費の8割方は運輸収入でカバーできたのですが、長万部から小樽の間では2030年度で6割程度しかカバーできませんし、2050年度には半分もカバーできなくなり、収支は大きく悪化します。路線バスの欠損部分は国交省の地域間幹線系統補助という助成金により半分はカバーされ、道からの補助もあるので沿線自治体の負担は損失額の2割程度になるかと思いますが、将来的にはバスですら過剰な輸送手段になることが目に見えてわかる数値です。そして次のページでは余市から小樽の間のみを鉄道維持とし、残りの区間をバス転換とした場合の収支予測です。先ほどお話ししましたように、余市から小樽の間は輸送密度2000を超えていて、かなり大きな鉄道需要があります。特に余市町は鉄道維持についてかなり強い要望を持っています。しかし初期投資45億円に加え、年間5億円以上の損失補填が必要になります。これを余市町と小樽市だけでは負担しなくてはいけませんので、かなりハードルが高いです。バス運行部分については収支のバランスは全線バス転換と比べてもあまり変わらないものの、最もバスの運行数が多くなる余市から小樽の間がない分、距離に比べると損失額は小さくなります。
全線バス転換とした場合、負担額は運行距離、運行本数など様々な要素を加味した上で分けられるので、長万部余市間のみをバスにした方が該当する自治体の負担額が減るというわけではないと思います。では次のページでは3つのモードの比較です。こうしてみますと、とにかく鉄道の負担の大きさが際立ちます。しかも先ほども触れましたが、バスの負担に関しては国と道からの助成があるので、鉄道とバスの負担額の差は実際にはもっと大きくなります。これは部分的な鉄道存続も同様ですが、バスに転換した場合の助成制度は充実していますが、在来線を引き受けて第三セクターとして運営していく場合の助成制度はほとんどありません。そして資料の最後のページに鉄道とバスそれぞれのメリット、デメリットがまとめられています。鉄道のメリットとしては、現状の輸送力、利便性、速達性の確保、要するに現状維持ということですね。次に地域に密着した運営、観光への活用ができる可能性、観光列車の運行といった鉄道の活用法です。では鉄道のデメリットです。将来にわたる地域負担、もうこの一点に尽きると思います。あまりに自治体の負担額は巨額すぎます。 JR からの資産譲渡などの初期投資、車両基地など経費増が不可避。長万部から小樽の間には車両基地がありませんので、新たに新設しなくてはいけません。またトンネルや橋梁など更新が必要な箇所が多いので、これもかなりの額になります。次に経営維持のため運賃増額の可能性、住民の負担増、バスなどへの転移の可能性、これまでの他の第三セクターの経営移管を見ても、収益を少しでも上げるため運賃値上げに踏み切るケースが多いです。当然一定数の乗客が減少してしまうのはやむを得ません。人口減少、新幹線開業に伴うさらなる利用者の減少、沿線人口の減少と新幹線開業によって利用者は大幅に減少することは間違いありません。では次にバスのメリットです。柔軟な路線、運行本数、ダイヤの設定による利便性の向上、特に地方では学校や病院への需要が大きいので、それに特化したルートやスケジュールにすることができます。次に鉄道に比べて地域負担が少なく、さらに国庫補助などによる地域負担の軽減の可能性、これについても国や道からの補助があるということで何度も申し上げている通りですね。鉄道廃線跡の活用の可能性、これは特に考えなくていいと思います。あくまでおまけです。最後にバスのデメリットです。移動時間の増、小樽での JR への乗り換えを含む、これまでの鉄道同士の乗り換えからバス鉄道の乗り換えとなるわけですから、当然利用者の負担は増加します。運賃負担増加の可能性、小樽での JR への乗り換えを含む、バスを維持するために運賃値上げになるかもしれませんし、小樽での乗り換えの場合、これまでは JR 投資の運賃だったのが、バス、鉄道、別個の運賃となるので、運賃の合計は大きくなるでしょう。次に、余市、小樽間のピーク時の需要への対応。現在のところ輸送密度2000人を超えていますので、この路線をバスでカバーするのはかなり大変な作業になります。そして、バス運転手の不足。これはもうここに限った問題ではなく全国的なものですが、人口の希薄な自治体ではさらにきついと思います。そして今後の検討事項として、鉄道については収支予測のさらなる精査、バスについては需要予測の精査、補助制度、バス事業者との調整が挙げられています。さて、この資料をもとに行われた会議の議事録から各自治体首長の発言をいくつかピックアップして、その考えを見ていきたいと思います。まず倶知安町の発言ですが、倶知安駅は老朽化が進んでいる、鉄道維持となった場合その修繕費は収支予測に含まれているか、廃線となった場合駅舎の撤去費用はどうするのか、これに対し今回座長を務めております北海道交通企画官の回答は、修繕費用は含まれていない、廃線の場合は JR 北海道が駅舎を撤去することになると思うと回答しています。そして前回の動画でも取り上げた長万部の町長ですが、別の資料にあるバスルート案を踏まえて、このバスルートの了承が得られればバス転換が最有力かという気がする、了承すればバス転換に大きく舵を切っていくことになるのか、長万部高校には熱波からの生徒もいるため長万部黒松内熱波でバスルートを検討してほしい、これに対し北海道交通企画官の回答は、住民議会へ説明する上で鉄道、バスそれぞれの案が必要、もう少し詰めた資料を用意する、バスルートについては事業者委託か直営か、
そして経費と可能性、こういったものを考えながら検討する。会議では現状のバスルート案で各市長おおむね了承しています。次回の会議でさらに詳細な資料を用意することになっています。次に鉄道維持の場合についての各市長の発言を見ていきましょう。まずニセコ町長ですが、並行在来線を残した場合どうなるのか、具体的な制度も住民から求められると発言。くっちゃん町長は、住民にとって分かりやすいバスとした場合の安心感での理解が重要、バス決め打ちではないが目に見える JR とは違い、目に見えないバスをどう説明するのかが重要。町内では新幹線倶知安駅と周辺整備においての議論を重ねているが、並行在来線の存廃により整備方法が変わってしまう、一日も早い意思決定を望んでいると発言。これらの自治体では住民にバス転換への理解を深めてもらうため、鉄道維持の場合の詳細なデータが欲しいとの思惑が見えます。つまりはっきりとは言っていませんが、バス転換についておおむね了承していると考えて間違いないでしょう。そして余市町長ですが、余市から小樽の間は個別協議を行っているが、この区間だけなら年間5億程度の赤字であるため、鉄道維持を念頭に置きつつ考えたい。函館本線は明治13年に建設された大事なインフラ、今後どのように扱っていくのか議論を深めたい。富山港線の事例などを見ながら多頻度化などで収支を上げるなど検討してほしい、このように発言しています。一気にバス転換へと流れることを懸念しているようにも感じます。そして前回の動画でも取り上げた長万部の町長は、町民との協議を進めるのが肝心、2030年度の新幹線開業に向けて一日でも早く決定しないとそれぞれの街づくりへの影響が出ると議論のスピードアップを要望しています。そして会議の最後に座長を務める北海道交通企画官から、次回のブロック会議では3つの方策、これはつまり全線鉄道維持なのか、全線バス転換、余市、小樽の間だけ鉄道を残し残りはバス転換にするのか、これら3つの方策から1つに決める方向で考えたいと提案しています。各自治体首長はスピード感は大切だが、地域により事情が異なるため流動性が欲しいとの要望があり、結局のところ目標としてそういったスケジュールで進めていくということが確認されています。さて次回の会議は12月または1月に予定されています。この会議でもう少し方向性が定まってくるのではないかと思います。こういった場所なのでどの自治体首長も白黒つけたような物言いはしませんが、やはり新幹線駅ができる長万部とくっちゃんは駅周辺の再開発もあるでしょうから、バス転換に進めて次のステージに移りたいというのが本音だと思います。くっちゃんは新幹線駅ができることでニセコを中心とした国際的なリゾート地として一層の飛躍が期待できます。長万部は新幹線と在来線の結節点としてビジネスチャンスが生まれますし、前回の動画でも触れましたように、町の広報誌で在来線の旅客は廃止すべきと態度を明確にしていることはお話した通りです。他の自治体についても余市町を除けばバス転換への積極的な反対の声も聞こえません。函館長万部間とは異なり貨物列車の運行もありませんから、バス転換への障害も少なくこのまま決まってしまいそうです。問題は余市から小樽の間の鉄道維持が可能かどうかだけです。これについては別途協議されておりまして、また別に資料があります。次回の動画ではその資料を見ながら、この余市小樽間の鉄道維持の可能性について解説したいと思います。それでは今回も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら。